ある街の寂れた一角。そこでひっそりと若者たちが集い、ゲームをしていた。そのゲームだが噂によるとかなり危険なものらしい。詳しいゲームの内容は自らその地に出向き、ゲームに参加しなければわからない。今日もまた好奇心に駆られた者がその地に踏み込んだ。うわぁ。くっくっく、これでお前が使えるモンスターはいない。私の勝ちだ。畜生。それじゃあお前の魂、いただくよ。待ってくれ、もう一度私にチャンスを。チャンスは一度きり。これからは私のカードのエネルギーとして活躍してくれ。そんな、いやだ、助けてくれ。また強くなってしまった。ここでゲームをやってるって噂を聞いてきたんですけど、何か知りませんか？知っていますよ。本当ですか？一体どんなゲームをやっているんですか？カードですよ。ルールは実にシンプル、誰でもすぐに覚えられます。へえ、カードってどこかでもらえるんですか？私が差し上げましょう。おお、これを使うわけですね。ありがとうございます。お代は後でいただきますので。いえ、なんでもないです。せっかくですし私と勝負しませんか？はい、ぜひお願いします。でも、ここで行われているゲームは危険って話も聞いたんですけど。はっ、単なる噂ですよ。大丈夫、安心してください。うわぁ。負けました。でも次は負けませんよ。次なんてあるわけないじゃないですか。それってどういう？こういうことですよ。いい気分だ。なんてカードゲームどうでしょう。言い訳ねえ。だいたい負けたら魂吸い取られるとかヤバすぎんだろ。そんなカードゲームあっても誰も遊ばないよ。まったく飛んだ時間の無駄だったぜ。私たちは今話題のあのゲームで遊ぼう。おう、それがいいな。ちょっと、何よその話題のあのゲームって、私にも紹介して。ということで今回は今話題のスマホゲーム、てっぺんを実況していきたいと思います。あら、知っているキャラがたくさんいるわ。それもそのはず、カプコンの人気キャラクターがこのゲームには登場するんだ。しかも全てのキャラが完全書き下ろしなんだよ。めっちゃ重厚感があって綺麗ねー。それにこのディレイグラフィックがカードになっているんだ。カードゲームなの？このてっぺんは、リアルタイムストラテジー、アクション、デジタルカードゲームが融合した。斬新なシステムを備えたアルティメットカードバトルなんだ。アルティメットカードバトルですって。私が考えたカードゲームより凄そう。すごいぜ。でもさぁ、カードバトルって難しそうなイメージじゃない？私みたいな初心者でも遊べるかしら。大丈夫。操作はとっても簡単だから初心者さんでも楽しめるよ。ほんと、カードバトルってあれこれ操作しないといけないイメージがあったからそれは助かるわ。どんな感じでバトルを進めていくのかは実際に私とオープン主が対戦をやりつつ解説していくぜ。ってことで早速マリサ、バトルだ。望むところだぜ。私が使うデッキは龍デッキだよ。私はリオレウスデッキだぜ。龍とリオレウスが対決するなんて信じられない。まずはこの画面に表示されているものの解説だ。この30って数字はプレイヤーの体力だよ。これを先に0にしたら勝ち、相手に0にされたら負け。そしてこれが MP ゲージだ。これは時間経過で溜まって、カードの MP コストが溜まればカードを使えるぜ。では早速アクションカードを使わせてもらおう。何？アクションカードって何々？アクションカードは、ユニットカードの攻撃力を上げたり、相手に直接ダメージを与えたり、多彩な効果を発動するカードのことだよ。ぐはぁ、直接ダメージを食らったぜ。アクションカードもコストを使って使用するんだけど、場には残らないよ。なるほど、効果カードってことね。今私が場に出したのが、ユニットカードだ。赤いところが攻撃力で青いところが HP だよ。ぬわぁ、せっかく出したってのにもう破壊されちまった。ふっ、私が出したラミアクルスは場に出した時、ランダムで敵ユニットに3ダメージを振り分けるからね。へぇ、ユニットカードも効果を持っていることがあるのね。やられた分を返ししてやるぜ。ねぇ、アクションカードって相手が使った後にすぐに自分も使えるの？アクションカードを使うとアクティブレスポンスって言って今みたいに特殊なフェーズが発生するんだ。このフェーズに突入すると、一旦バトルタイムがストップして、持ち時間10秒のターン制バトルに切り替わるんだよ。対戦相手と交互にアクションカードを出していくんだ。そうだったのねー。出す出さないはコストの溜まり具合とか状況から判断できるわね。その通り。おいおい、ウプ主の出してくるユニットカードがどれも厄介すぎるんだぜ。
低コストかつ出した時にダメージを与える系のユニットカードを多く入れているのさ。確かにコストが低いユニットカードはすぐに出せているわね。でも高コストのカードは高い攻撃力と防御力、強力な効果が魅力的だぜ。そうだね、相手の攻撃を耐えてコストを貯めて高コストのユニットカードを出すのも一つの戦術だよ。今更だけど、あのビームみたいなのって攻撃でしょ。ああ、これが相手のユニットカードまたはヒーローに届くとダメージを与えられるんだぜ。ウプ主がさっき言ってた通りアクション性があるわ。それじゃあここでヒーローアーツを使わせてもらうよ。何この演出めっちゃかっこいいんですけど。ヒーローアーツっていうのは、ヒーローが持つ必殺技だよ。竜のヒーローアーツ半端ねえな。相手ユニットカード1枚に7のダメージを与えるって効果だよ。とんでもねえ。ちなみに、ヒーローアーツは各ヒーロー3種類持っているから、その3種類の中から使いたいヒーローアーツを設定するといいよ。3つ使えるようにするにはある程度そのヒーローのレベルを上げる必要があるがな。おお、リオレウスのヒーローアーツもかっこいい。この効果は自分の全てのユニットカードの攻撃力をプラスにするものなんだが。使うタイミングが遅かったね。そしてこれで決めさせてもらうよ。な、私がウプ主に負けるだとー。やったー。なんかカードバトルとは思えないほどのスピード感だったわ。これがてっぺんの魅力だぜ。よし、この勢いでランキングマッチに挑戦してみようかな。どこまでいけるのか力試しか。ちなみに今私のランクは D4 だよ。ランク C までいけたらリオレウスのユニットカードがもらえるぜ。それはぜひともゲットしたいね。あ、そうそう、ヒーローっていうやリオレウス以外にもいるけど、ヒーローごとに何か違う点があるのかしら。いい質問だな。ヒーローには属性と得意な戦い方が存在するんだ。これが属性とヒーローと得意な戦い方だぜ。回復や防御、相手の動きを制限したり自分を犠牲にして強力な攻撃を出す。ヒーローによって戦い方が随分と変わってきそうね。うん、ヒーローそれぞれ得意な戦い方があるのが面白いし、そんな戦い方があるのかって驚かされるよ。今回はさっきの私とウプ主のバトルと同じ、竜とリオレウスの戦いだな。力と力のぶつかり合いね。コストもかなり貯めたしどんどんカードを出していくよ。やっぱり場に出した時にダメージを与える系の効果って強いわね。うん、その効果だけで相手のユニットカードを破壊できる時もあるからね。この攻撃が通れば勝ちだ。よっしゃー、勝ったぜ。これでランクが一つ上がったかしら。うん、D4 から D3 に昇格したよ。あと3回勝てば D2 に昇格だな。ようやくここまで来たぞ。おお、まさかあんたがここまで来られるなんて。次のバトルに勝てば C ランクになるな。絶対勝って C ランクになってリオレウスのカードをもらうんだ。今回の相手はダンテね。ダンテはこっちの行動を制限してくるから要注意だぜ。まずはレオンを置いて。このレオン、確か相手にダメージを与える効果にプラス1ダメージを上乗せしてくれるんだよな。何それめっちゃ強いじゃない。プラス1のおかげで破壊できる。本気を出せ。これでさらに破壊。せっかく出したのにすぐに破壊されちゃ焦るわ。相手が出したユニットカードをすぐに破壊して、相手の場をガラ空きにする。そして一気に相手ヒーローに直接ダメージを与えるんだ。あまり高コストのカードを入れてないんだぜ。低コストのカードで素早く一気に畳みかけるのさ。相手の体力は残り少ないわ。このまま押していきましょう。お、ヒーローアーツもちょうど使えるぜ。何かユニットカードを出してきたらすぐに使って破壊だ。さあ何か来るかしら。よっしゃー、攻撃が通って勝利。ついに C ランクに昇格だな。めっちゃ嬉しい。欲しかったリオレウスのユニットカードも無事ゲットだな。そうだ、せっかくだし今回使っていたウプ主のデッキを改めて見せてよ。もちろん。これが私の使っているデッキだよ。ほんと高コストのカードが少ないわね。そして場に出した時にダメージを与える効果のカードばかり入れてる。出してすぐにダメージを与えられるっていいじゃない。このデッキの QR コードを読み込むと実際に自分でも使えるよ。それはありがたいわ。早速使ってみようっと。視聴者の皆さんもぜひこのデッキを体験してみてくださいね。どうだった霊夢、初心者でもすぐに遊べそうでしょ。これなら私でもできそうだしハマっちゃいそう。まだてっぺんで遊んだことがない皆さんもこの機会に遊んでみてください。ダウンロードがまだの方はこの動画の概要欄のリンクからダウンロードできますよ。よし、私もオリジナルのデッキを考えててっぺんを目指すわ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけーん、ポン、あっち向いてー。ほい、
私も早速ダウンロードしてアルティメットカードバトルを楽しむぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。